であるドラフトでは、ラル・マーティンが、ポートランド・トレイル・ブレイザーズから全体1位指名を受けた。また、ボブ・マカデュー、ポール・ウェスト・ファルラが指名を受けている。後にドクター・ジェイとして名を馳せるジュリアス・アビングは、ミルウォー・キーバックスから全体12指名を受けたが、ABA のバージニア・スクワイヤーズに入団した。 2カンファレンス4デビジョン制となって以来、リーグ最弱地区と化していた、セントラルデビジョンは、ボルチモア・ブレッツ、アトランタ・ホークスが躍進を見せた。前期、ロサンゼルス・レイカーズは、当時のリーグ記録である69勝、そしてアメリカプロスポーツ史上の金字塔となる33連勝を打ち立てたが、このシーズンもフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズによって2012年に、 シャーロット・ボブ・キャッツに更新されるまで破られることのない不滅の記録が達成される。このシーズンのセブンティー・シクサーズは9試合しか勝てず、73試合も負けたのである。1968年にウィルト・チェインバレンがフィラデルフィアを去って以来、セブンティー・シクサーズはビリー・カニンガムやハルグリア、アーチー・クラークらが支えていたが、彼らも次第にチームを離れていき、 このシーズンまで残っていたのは36歳となった、ハルグリアだけだった。選手の離散により次第に、チームは衰えていき、ついにリーグ史上最低記録となる9勝73敗、勝率1割台前半にまで落ち込んだのである。セブンティーシクサーズは、シーズン開幕から15連敗、シーズン後半には、泥沼の17連敗。 シーズン中に4回の10連敗以上を記録した。このシーズンは9勝しか上げられなかった悲惨なチームがある一方で60勝以上を達成するチームは3チームもあり、チーム間の格差が浮き彫りとなったシーズンだった。プレイオフ出場権の獲得方式が変更される。これまではデビジョン上位にチームがプレーオフ出場権を獲得できたが、前期には セントラルデビジョンから勝率5割を下回る2チームがプレイオフに出場した。これでは激戦区とそうでない区との間で不公平が生じるため、デビジョン優勝チームは自動的に出場権を獲得、残りの席をカンファレンスの勝率上位順に与えられるようになった。ファイナルはニューヨークニックス対ロサンゼルスレイカーズが2年連続3度目の対戦。 ボストンセルティックスはニックスを抑えて2年連続デビジョン優勝を果たしたながら、プレイオフでは2年連続カンファレンス決勝にて、ニックスの前に敗れている。ウィルト・チェンバレンが36歳、ジェリー・ウェストは34歳となっていたレイカーズは、オスカー・ロバートソンが衰えを見せ始めた、ミルウォーキー・バックスを2年連続カンファレンス決勝で、破って、ファイナルに進出した。 ニックスが第7戦にもつれた末にセルティックスを破ったのは4月29日。ファイナル第1戦は5月1日で、ニックスは東海岸にあるボストンから西海岸にあるロサンゼルスへ移動し、翌日には試合に出るという強行軍を強いられた。カンファレンス決勝を第5戦で片付け休養たっぷりのレイカーズの前に疲労困憊状態のニックスは、 ファイナル第一戦を落としてしまう。しかし以降の試合は当時リーグ最高峰のディフェンス力を誇ったニックスが、レイカーズの得点を95点以下に抑え、4連勝を飾って3年ぶり2度目の優勝を飾った。ウィリスリードは2度目のファイナル MVP を受賞。この優勝がニューヨークニックス最後の優勝であり、 またロサンゼルスレイカーズにとっては1970年代最後のファイナル進出である。以後、ファイナルでこの東西名門チームが対決したことはない。ありがとうございます。